聞こえますか。はい、あの、誰と電話してるかちょっと自己紹介。副島辰巳です。聞こえる？この歓声。聞こえましたよ、今。聞こえました？辰巳、お疲れ。お疲れ様です。昨日応援した人どのぐらいいる？せーの、はい、手を挙げて。全員いや、フルラップ完走おめでとうございます。まあ、もうおめでとうっていうのもちょっと変だけど、フルラップ完走頑張ったね。とりあえずよかったです、本当に。どんなレースでした？どんなレースだった？前日までは本当にあのドライ、ほぼドライのコースでスピードコースだったんですけど、うん、それが当日朝起きたらもうビッチビチだったんですね。でもう本当に泥がひどくなってかなりスリッピーなコースになってたんで、でペースは落ちるし、でもストレートはすごいあのかねこめなコースになって、まあ、かなりハードでした。そんな中でもすごい落ち着いて走ったように見えたんだけど、実際はどうだったの？もう本当に苦しくて、もうあの正直スタートはすごいなんかペース的にはいつものルーレースなんですけど、けどなんかそのペースが一周パッと回った後にこうなんかあれこのまま続くのって感じで、ペースが落ちないんですよ、と。からもう本当に苦しくて苦しくて、まあ、あの落ち着いてるというかあれ多分顔が死んでました。いやいや、でもなんかその経験がさらにこう辰巳そして信玄をなんか強くして帰ってきてくれるんだと信じてます。はい、いやすごい、もう本当に参考になったレースなんで、まあ、とりあえず来週 の, あのフロントで暴れていきたいと思います。フロントで暴れそうです。じゃ あ, あのちょっとね、今モーニング中だということだったんで、あの最後にみんなあの今辰巳 の, あのコメントをこう固唾を飲んで見守っている状況が発生しておりますが、あのカンクロのみんなにぜひ一言お願いします。いや本当にもう あ, のありがとうございますし、どうにか完走はできたんですけど、本当まだまだだと思うので、これからもっともっとあの強くなっていくところをまだお見せしたいと思うので、これからも本当に応援よろしくお願いします。あの辰巳太郎もみんな振ってるよ。応援応援みんな頑張れ。信玄もお疲れ様。そして今日ね、あ今日はスタッフの方にもあるのかな。大丈夫。そうですね。もう走るんで。うん。応援したいと思います。信玄の声がいいですか？あ、信玄いるの？信玄いるの？信玄。はい。こんにちは。こんにちは、信玄お疲れ。お疲れ様。どうだった？もうちょっと。ハイスピードで、まあなんだろう。すごく。面白い僕に合ったコースかなと思ってレースは走ってみたんですけど、全然バラのような相手ではなくて、なんとか振り切れたんですけど、なんだろう、まあ、きつかったんですけど、皆さんたくさん応援していただいたので最後まで走り切れました。いや本当にお疲れ様。そして昨日レース終わったばっかりのところで、なんかこうやってみんなあのリアルタイムに話が聞けてすごい嬉しいです。信玄辰巳お疲れ様、本当に応援できて嬉しいです。ありがとう。